クヨルドの、教会ノルウェー国教会の司教区ノルウェー国教会は、ルター派を報じるノルウェーの国教会。聖書、使徒信条、ニカヤ信条、アタナシオス信条、ルター小教理問答書及びアウクスブルク、信仰告白に基づき運営しており、ポルボコミニオンにも加盟している。ローマカトリック教会とは、義人の教理についての共同宣言を行っている。 憲法上では、ノルウェー国王を長とし、ストーティングを通過した予算や法律に従い、行政、改革、教会省が管理する。国内には以下に掲げる11市教区の千二1284教区がある。年1回開かれる、最高機関である。85名の大議員のうち7、8名が、各市教区から選出され、さらにそのうちの4名は、 総会出席者により任命される。また、この他にもソウルハロガランド、ヌールハロガランド漁師教区のサーミ人地域から各1名、3カ所の神学校などから複数名の大議員を出している。総会の執行機関である。年5度開催。15名の会員の内訳は、平身と10名、聖職者4名、そして、司教1名である。 総会で決定した事柄を実行に移すほか、教会業務や教育、青少年問題などに取り組むワーキンググループを有する。年3回開催。教会内の7名の司教から構成され、教会生活や教理上の問題などについての見解を発表する。ノルウェー国教会の起源は国内にキリスト教がもたらされた9世紀に遡る。ノルウェーは、 宝庫に一世を呼び、オーラブ一世一世下において、キリスト教が浸透したが、キリスト教国となるには、スティクレスタの戦いで、オーラブ二世が命を落とした1030年まで待たねば、ならなかった。オーラブ二世は、キリスト教国への転換を成し遂げたことから、ノルウェーの守護聖人とされる。北欧の教会は、ハンブルク主教のアンスガルが宣教を行っていた、都合上、 当初は、ブレーメン主教管区に従属していたが、1152年に、ニーダロス、ヒロツカサ教区が成立すると、12世紀末までに、ノルウェー全土、現在のスウェーデン、アイスランド、グリーンランド、マンジマ、オークニー諸島、フェロー諸島、そしてヘブリディーズ諸島の一部にまで、管轄領域を広げた。ノルウェーの宗教改革は、 クリスチャン三世がアルター派をデンマークノルウェーの国境とすると宣言し、時のローマカトリック大司教を追放した1537年に成就する。クーデターを経て王が新たに司教を任命するが、これにより、今日まで続く教会と国家との間の緊密な関係が築かれることとなった。なお、1660年に絶対王政が始まると、聖職者は見直により、 公務員とされた。1814年に、ノルウェーがデンマークから独立を果たした際、ノルウェー憲法でルター派協会を国教会と承認した。経験主義運動が国内で没興すると、平信徒と聖職者との距離が縮まるようになり、1842年に、平信徒の集会が、それなりに、教会生活でも受け入れられた。その後数年のうちに、 ノルウェー伝道会やノルウェールーテル伝道会など大規模なキリスト教団体が多数創設された。第二次世界大戦中、ナチスドイツ占領下にあって、ビドクン・クビスリングがナチスにより、首相の権限を与えられると、国教会の気候改革に着手する。1942年に、政教分離を宣伝すると、司祭や聖職者は、 従来の公務員としての地位を剥奪された。戦後、ノルウェー国教会はいくたびもの構造上の変化を経験してきたが、そのうち最も大きかったのは、教会生活に平身とを参加させるよう制度化したことであろう。ありがとうございます。